はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足スタート、横でシャッフルヒール、ポーヒール、シャッフルステップヒール、スカウト。この後、クランプロール、スタンプスタンプ。このリズムが、タッタタタッタ、タタタタタタ、ダラッタッタ。そして、右足からダブルプルバック。タラダ。ここまでもう一度ゆっくり言いましょう。タッタタ、せーの。さあ、同じように右左右左、えい、クラップいきます。そしたら横向きになってスタンプ、ブラッシュ、プルバックチェンジ。チェンジの時の足をスタンプで折ります。タッタタッタタタッタタ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 。5からつなげていきます。5インタリア、6インタリア、7インタリア、8、1。ここまでは頭からゆっくりやってみましょう。タッタタ、せーの。1インタリア、2インタリア、3インタリア、4インタリア、5インタリア、6インタリア、7インタリア、8。1インタリア、7インタリア、3インタリア、4インタリア、5インタリア、6インタリア、7インタリア、8、1。これを一緒にやってみましょう。今度1から前に向かってシャッフル、プルバックチェンジ、ね、マキシフォードで1インダイア2。そしたら反対もスタート、同じようにシャッフル、プルバックチェンジで前、タラララタッタ、タラララタッタ。でここの足からタッ、リフ抜かないでブラッシュ、ヒールスタンド立ちます。タラ、ラ、二つ一つ、タッタララ、ステップステップ、向き変えて回る準備して、トートートーステップ。でこの1からステップヒールスタンプ。このスタンプからシャッフル、プルバック、チェンジして、今度は降り出してクランプロール。リバースクランプロール、ストップ。スタンプでポーズもいいですけどね、ストップ。スリーゲート目からゆっくりつなげてみましょう。タラララ、せーの。タンダヤ、ツー、エン、スペンダヤ、フォー、エン、ファイブ。一緒にやってみましょう。タラララ、せーの。ワンダイヤ、ツー、エン、スリー、エンダイヤ、フォー、ファイブ、エンダイヤ、シックス、エン、セブン、エイト、ワンダイヤ、ツー、エン、スリー、エンダイヤ、フォー、エン、ファイブ、エンダイヤ、シックス、エンダイヤ、セブン、エイト。頭からつなげてやってみましょう。タッタラ、せーの。ワンダイヤ、ツー、
タッタタせーの。スレンダーやつ、スレンダーやつ、スレンダーやつ、スレンダーやつ。マキシフォードにプルバックチェンジなど結構ね難しいテクニック系をね今回たくさん使ってますので、特にあとリズムですよね。リズムも空いたり詰めたりしてます。その辺もねよく聞いて、なるべくね自分が一つ一つを潰れたり、ね、空振りしたりしないように気をつけながらやってみてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。逃げ足から5、6、7向きになって一緒にやりましょう。
右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやりましょう。今回はクランプロールにプルバック、マキシーフォーでプルバックチェンジなどたくさんのテクニックを使った初中級レベルの振り付けをお伝えしました。必ずね、特にプルバックチェンジとかするときに音がこう短くなったりとか、もちろんね、空振りしたりとかいっぱいあります。僕もね、いっぱいあります。その中で、まず練習方法としてはテンポを落としてゆっくりやるのと、あと流れを大切にしたいので、途中の振りで空振りしたなと思っても流れは止めずに最後まで行ってください。ゆっくりやるのと流れを止めない、そういう練習が大切だと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。